私、郷茂房夫主催元のイベントを開催することとなりました。テンション低い。テンション低いな、これ。やばい、始まってた。トイレ行ってました。ライブぜひお越しいただきたいんですが、大丈夫ですか？ありがとうございます。いいとももらえためちゃくちゃして、あの OK もらえたんですけど、そこの場所が銀座です。これはですね、今まで私の界隈か関わった人たちにですね、突って電話して、で何かくれって言って、あの私物もらうっていうでそれをあのそのイベント会場で1円からスタートできるあのオークションやろうかなと。何かくれ。あ、なんかちょっと電波悪いな。違う、電波関係ないでしょ。で、電波使ってないから。だからなんかくれ。電波悪いな。特注まな板。おお、特注まな板。あの動画のいつも切ったりとかなんとかしてる食材の下にあるまな板ってこと？いいの？もらって。いや、いいよ。やったナイス、なんかくれ。くれ？私？待って、草オークション。なんかくれ、草オークションでやるから、なんかくれ。あー、パジャマ、私着てるやつ、着てたやつね。そう、はい。あれ、いや、パジャマいらないでしょ。いや、もう何着かあるでしょ、あれ、しかも。いや、あるよ。何着かあるでしょ。はい。すいません、突然呼び出して。はい。なんかくれ。やっぱりそうだと思ってますあれもう一体欲しいなあれもう一個いるのもうワンセット欲しいな弟がこちらになっております。はい、で私からですね、あの確定事項こちらです。ちゃんとね、コントローラーもあの消毒して持ってきますから、ちゃんとあの除きまして、こちら、これは三日月隊からとして出そうかなと思うんですけど、これもさ始まりました。本日は父さんが超久しぶりの自社でお送りいたしますお知らせのお時間がやってまいりました。皆様、大変お久しぶりでございます。まあ、久しぶりというか、この格好で、ちゃんとね、スーツ羽織って出るのはもうかれこれ何年ぶりかぐらいですね。まあ、キャンプとかね、実写動画とかいろいろやってきたんですけども、どうです？ちょっとやっぱ太った？やっぱなんか太った感あります？ね、どうです？なんかちょっと、ま、昔の、まあ、カメラがね、あの物理的に近いっていうのもあるんですけど、まあまあそれは置いといて、今回はですね、皆様にお知らせがあり、お知らせというか告知でございます。これ何の告知かというとですね、なんとですね、私郷茂房夫主催元のイベントを開催することとなりました。まあこれね、すごいいろんな経緯があって今に至ってるんですけど、まず簡単にね、なぜそういう経緯になったかというのを、まあ、時系列ごとにですね、バーッと表示しながら簡単にご説明いたします。なぜこのリアルイベントを開催することになったかというですね、まあ、簡単な経緯をご説明させていただきますと、あの10月の頭ぐらいにですね、からですね、女帝の戯れというですねシリーズを、配信者4人でですねリレーしながらやったんですね。まあ、おっさん4人がお姉になってですねお姉言葉縛りみたいな感じで、まあ、スカムというゲームをですねリレー形式でサバイバルやっていったんですよ。でそれのシリーズの最終回として、まあ、女帝メンバーの一人のライダーさんっていう方のチャンネルで生放送をやって、でその時の流れで、まあ、みんなで鍋とか飲みながらね、鍋つついて食べてワイワイやりたいねみたいな話があったんですよ。でその女帝のメンバー4人集まるんだったら、じゃあ視聴者さんとか皆さんも来ませんかみたいな感じで、そんな感じになって、こっそり募集させてもらって、こっそり開催した、まあ、形的にはオフ会みたいな感じになっちゃったんですけど、その時は35名だったかな、来ていただいて大阪で開催させていただきました。まあ、大阪の方が結構多かったので大阪開催になったんですけども、
でその時めちゃくちゃ面白くて、で、まあ私たちも視聴者さんとすごい話せましたし、視聴者さんたちも、私たちといろいろ話ができて楽しかったと。まあやっぱね、お酒飲んだらちょっと盛り上がっちゃうじゃないですか。ですごい楽しい回で終わったんですけど、でその回自体は成功したんですけど、まあ、その一部始終をですね、ざっくりその時女帝のメンバーのもう一人の分隊長がですね、自分のチャンネルの中で動画をまとめてアップしてもらったんですよ。でそれを見た視聴者さんが、おのなんだなんだ、大阪でそんなことやってるの知らなかったぞみたいな、いやいや呼んでくれよみたいな、むしろ東京でやってくれみたいな、関東の方でもやってくれみたいな声が結構いただきまして、でまあじゃあ大阪の時に一緒に飲んだメンバーさんがスタッフになって手伝ってもらうっていう話になり、その流れでね、でじゃあスタッフさんとしてメンバーさんもみんな手伝ってもらえるんだったら心強いですって言って、あと東京に行けるわっていう話になって、ちょ東京に乗り込みに行くぞみたいな感じの流れになったんですよ。いいじゃない流れ、私ね、まあ一応その前回の大阪の飲み会の雰囲気は動画の概要欄に貼ってありますので、分隊長のチャンネルでねチェックしてみてください。で、まあ、そんな経緯があって、で、まあ、東京行くってなったんですね。 で東京でやるんであれば、私もポンと思いついたんです。もともとね、三日月隊のシリーズ、ちょっと前になるんですけど、三日月隊のシリーズのこの子猫とか、この子猫、子猫こねこねしちゃダメですねいつもこれですけどこの子猫とかサリーガーデンとかを歌ってくれた中溝さんっていうジャズシンガーの方が東京の方に確かいらっしゃったなと思ったんで、一回会いたいなと思ってたんですよ。生で聞いてみたかったし、で、まあ、せっかくそれでみんなで東京で集まって飲み会とかするんだったら、中溝さんにも来てもらえるんじゃないかなみたいな、もうすごい安易な考えですよねめちゃくちゃ失礼な話かもしれないんですけど、で中溝さんに気軽に連絡したんですよ。今度こういう形で集まってるんですけど、中溝さん来てもらえませんかみたいな話だったら、あ、心よく全然いいですよみたいな。はい、ということで今回は、下見ということで、私今日本橋日本橋に来ております。そして今回ですね、実行メンバーの方々と、はい、皆さんお通夜みたいなやつ手振ってくださいね、ちゃんと。あ、どうも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 来ております。要はね、ちょっと今から、会場の下見ということで、その下見の前に初めての中溝さんとなんか、演奏をしていただくということでお招きいただいたんで、ちょっとイタリアにお呼ばれしに行こうということでございます。早速向かいましょう。テンション低いテンションテンション低いな、これ。お願いします。はい、はい、はい、あ、いいですね、いいですね、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということで、席ついたんですけども、これね、お店ちょっと映しきれないモザイク案件なんですけど、すごい大盛況なんですよ。大盛況でこんなに混んでんすね。で、なんかどうやらここの、ピアノで、ステージで演奏されるということで、先に入って私たちはちょっと今からもう早速実行メンバーのみんなはね、今からもう飲もうかという感じになっております。準備ができたということでね、中溝さんまだ登場する前でございますけど、私たちはすでに全員で準備万端でございますはい、じゃあということで今日はひとまずお願いします。はい、飲みましょう、早く飲みましょう。おいおいおい、幸せだね、昼間からハイボール、あーいいね。やばい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 、始まってたトイレ行ってました。この子ちょっとメンバーのみんなもちょっと興奮を隠しきれない感じの、これはリクエストで歌ってもらおうかなと思います。事前にね、子猫猫と、サリーガーデンリクエストしております。中溝さんいらっしゃい。ちょっとカメラマン、よろしくお願いします。
想像よりあのすごいち細いというかちっちゃいというかあのびっくりしてるのかな、すごいびっくりしてるんですけど今あの緊張あのじゃあとりあえずなんだろう中水さんの登場で。より酔いが回っちゃってるんですけど、今日はあの素敵なライブありがとうございました。日にちがあの確定するかどうかっていうのがちょっと曖昧なところも若干残ってるんですけど、まあそのままいければなと思うんで、じゃあ1月の、ライブぜひお越しいただきたいんですが大丈夫ですか。いやありがとうございます。いいとももらえた、いいとももらえた。これ心よく OK していただいたんですけど、でよくよく考えたんですよ、中溝さんってまあ一応プロの方じゃないですか。でプロの方になんか鍋とか食ってね、あの居酒屋に来てもらって1曲カラオケどうですかみたいな感じってめちゃくちゃ失礼だし、逆に中溝さん来てるのにその他のみんながねあの歌わずに帰ってもらってちょっとなんか微妙じゃないですか。中溝さん来たらせっかくなんで聞きたいじゃないですか、生でね、生歌聞きたいとかって話になるんで、じゃあだったらあの中溝さんに失礼ないようにグランドピアノがある飲み屋さんを探そうって話になったんですよ。そこからだんだん雲行きが怪しくなってきてですねグランドピアノがある居酒屋なんてそもそもないじゃないですか。でだからまあそうすると、まあ、あのホテルとか結婚式場でいろいろ探しまくったんですよね。まあ、あのみんなでね探しまくったんですけど、まあ、一番有力なのがあのジャズクラブハウスとかなんかそのクラブハウスってやつですね、あのジャズシンガーの方とかがよく使ってる。でそこのお店って結構ちっちゃいお店が多くて、で私その時に思ったのが、大阪の時に35人で集まったんで今回東京は100人ぐらいでやりたいなってなんとなくぼやっとあったんですよ。でそれがもうあの結構問題が起きる一個ポイントなんですけどでも100人入るあの箱がなかなかなくて、でまあ、東京だからやっぱあれにはあるんですよ。ただそのジャズ界というか音楽界とかそういうクラブハウスとかの話になるとですね、基本半年先まで全部予約が埋まっちゃってるのが当たり前みたいな、まあだからまあだから1ヶ月先とか2ヶ月先とかっていう話ではもうほぼほぼ空いてなかったんです。で、まあ、それでも7回やってて探したんですけど、そしたら東京といえど僻地になったんですよ、空いてる場所とかは。すごいなんていうんですか私あの東京詳しくないから駅着いてお客さんが迷子でたどり着けないんじゃないかぐらいの距離感っていうやっぱそれ東京じゃねえんじゃねえかみたいな、もう僻地すぎてもはやみたいな話になって、それじゃまずいと。でまあそれでも探しまくった結果1個店が出てきたんですよ。まあ出てきたというよりは厳密に言ったら交渉めちゃくちゃしてあの OK もらえたんですけど、でそこの場所が銀座です。そうなんです。でも銀座で地元の人に東京のね東京都民の方 あのスタッフの方に聞いたら、あの銀座はアクセスもいいと、だからあの迷うことはほぼほぼないんじゃないかと、まあ、東京駅から歩いてでも来れるぐらいの距離感らしいので、で、まあ、じゃあ銀座で行きましょうっていう話になったんです。でそこで、銀座になってって、まあ、あれもこれもってやって、じゃあどうせだったらもう飲み屋その居酒屋で開催するわけじゃないんで、どっちかといったらもうなんかディナーショーみたいな感じになるんじゃないかみたいな、だったらもう中溝さん来てもらうんだったらもうウーリンにも来てもらおうみたいな、せっかくね、まあなんか両方とも歌い手同士として、なんかもう中溝さんにウーリンとなんか一緒にステージに上げるとちょっとなんか逆に中溝さんに失礼かもしれないんですけどまあそういう経緯があったんですよ。なので今回は、まあ大阪の飲み会みたいなあの居酒屋のオフ会っていうのももちろん楽しかったんですけど、まあ、そういう会はそういう会でまた今後もやっていきたいのかなと思ってるんですが、今回はその私ねなんかやりたいことのなんかこう企画どんどん思いつくじゃないですか。その渋滞したんですよ、もうやりたいこと渋滞みたいな、だからあのてんこ盛りになっちゃいました。で結果どれも譲れないっていう話になってくると、あの場所は立地が良くてみたいな、であの中溝さんも歌ってもらいたいしウリにも歌ってもらいたいしみたいなことをいろいろ考えていくとですね、でみんなとも喋りたいみたいな、会って話したいし、で飯も食べたいし、あのお酒も飲みたいみたいな、もう それらを全部ですね網羅しようと思うと結果こういう形になってですね、普通にですね、いや単純にかかる経費とか会場費とか、まあ、単純に高いんですけど、でそれを割り返したら、今回お値段、なんと12,800円でですけれども、これでこの12,800円が高いと思うか安いと思うか、まあでもそれなりのしっかりとしたお値段みたいな感じになっちゃってるんですね。で、まあ、その金額も含めてですね、プログラムの内容を盛りだくさんにしていかないと、あの参加していただける方には満足いただけないかなと思いましたので、まあ、そもそも会のスタートがですね、5時半からスタートします。ちょっと時間ね、スタートの時間前後するかもしれないですけど、まあ、大体5時前後5時半前後に会がスタートして、で終わりが一応9時半を考えて、だからもう
もう4時間ぐらいのロングスパンのイベントになってます。で一応1部2部で分けさせてもらってて、投資の1部2部両方の投資の場合は、12,800円という形にさせてもらってて、で、もちろんライブだけっていう、あの食事とか飲み物とかいらないからもうちょっとコスパ良くしてくれっていう、ご希望の方向けにですね、1部だけのチケットも販売しようかなと思ってます。一部だけのチケットは詳細まだ決まってるか、多分この動画が出る頃には決まってると思うんですけど、多分6000円前後ぐらいで、販売できると思います。まあ、詳細はあのチケットの申し込みの概要欄の詳細で確認していただきたいんですけども、6000前後ぐらいで、ライブだけお楽しみいただけるような感じの、チケットもご用意させてもらいました。で両方楽しみやったいよって方は一部二部共通の、チケットをご購入いただければなと思います。で問題はそのじゃあ金額はいいよみたいな、その金額分かって、まあ銀座だしみたいな、そのなんかまあ長見さんとかも来てもらうから失礼ないようにねみたいなのは、ふさおの言うことはよく分かったみたいな、じゃああと何をやるんだみたいな話になると思うんです。まずあの不確定要素のこともまだまだ今の段階ってまだたくさんあって、 できるだけもっといろんなものを内容濃く詰め込みたいので、ギリギリまであのできそうなものはどんどん企画として詰め込んでいきたいなと思うんですが、今確定しているものだけでお話しさせてもらうと、まずあのお食事ね、お食事は、あると。であと、飲み放題ですね。ソフトドリンクアルコール、まあ、90分になりますが飲み放題もセットでついてきます。で、一部の部分から簡単に説明させてもらうと、一部はあくまでライブです。なので、ワンドリンクついてます。ソフトドリンクアルコールワンドリンクついてる状態で、長水さんには、この子猫と、サリーガーデンダンバイザサリーガーデンの2曲はあの歌っていただきます。でその他、長水さんから3曲4曲ぐらいかな、全部で5、6曲ぐらいを長水さんには歌っていただく予定です。まあ、もちろん生演奏でね、生歌で歌っていただく予定です。でその後、ウーリーにもあの出演オファーさせてもらったんですけども、ウーリー、の、尺ももちろん取ってますので、似顔りステージとしては、ウーリーのオリジナル曲ですね、ててててダーを歌ってもらって、であとウーリーのチャンネルで、動画でねカバー曲何曲か、アップしてたと思うんですけど、まあ、そこの中から代表曲を あと 3,4 曲ぐらいかな歌ってもらおうかなとは思ってます。でじゃあ1部はメインがその感じです。で2部はどっちかというともうちょっとカジュアルにしていって、まあ、あの食事もしてもらいながら飲みながらっていう話になるんで、まあ、2部は、もうちょっとカジュアルに、まあ、私もあの時間が空き次第あのテーブルにどんどんみんなに絡みに行こうかなとは思ってるんですけど、でもそれプラスですね、ここで、フサオークションっていうのを開催しようかなと思っております。これはですね、今まで私の界隈か関わった人たちにですね、突然突って電話してでなんかくれって言って、あの私物もらうっていうでそれもあのそのイベント会場で1円からスタートできるあのオークションやろうかなと思いまして、ちょっとわけわからんかもしれないですけど、でその時の動画も一応回したんです。でその時の動画もあのご覧ください、こちら。だからプーさんも来れそうだったら、来てほしいんだけど、まあ多分プーさん忙しいから、まあ、来れなかったら来れないでしゃあないんだけど、まあ、それ あのイベントとは別でっていうか、まあ、同じ長いようで、一部でディナーショーやって二部でオークションやろうかなと思ってるんですよ。おー、なんかくれ。あ、なんかちょっと電波悪いな。違う、電波関係ないでしょ。ね、電波使ってないから。なんかくれ。電波悪い。なんかくれ。電波悪いな。プーさんの、なんかくれ。いやじゃなくてさ、なんか、いや、だから、動画、できれば、プーさんの動画とかで出てるものがいいんですよ。全く映ってないものとかさ、もらってもしょうがないじゃん。動画出てるやつでしょ。うん、できればね。出てないやつもらってもね、これプーさんのものかどうかよくわからんやんっていう話になってくるじゃない。時間わからん。初回からあの必ず出てるやつ、うん、毎回必ず出てるやつ。あ、でもこれなくなると動画撮れない。何、どういうこと。初回から毎回出てるやつにしようじゃ。ほう。何。特注まな板。おお、特注まな板、あの動画のいつも切ったりとか何とかしてる食材の下にあるまな板ってこと。そう、どこに売ってるんですかとかよく来るんですけど、いや売ってないんですごめんなさいみたいなやつ。ほう、あ、食えるんですか。焼き印が入ったやつ。焼き印が入ったやついいの、もらって。いいよ。やったナイス。なんかくれ。
くれ私フサオークション、うん、なんかくれフサオークションでやるからなんかくれなんか、うん、なんかくれワンカップでいいそのワンカップはさオンリーワン的なやつがさやっぱいるじゃんオンリーワン少なからずその、うん、ウーリン の, あのファンの方が来られた時に、うん、いや別に誰もオークション出しこれじゃあオークション始めますって言ってシーンだったらもう私が普通にあの持って帰りますので、うん、あはい持って帰るフサオコレクションとして私がもらいますけど僕も で, できちゃうでじゃ考えたから、うん、あの考えたんだけど、うん、だから結果、パジャマでいいかなと思ってあーパジャマパジャマ私着てるやつ着てたやつねそうはいあれ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 えパジャマいらないでしょいやもう何着かあるでしょあれしかもいやあるよ何着かあるでしょあるあるあのパジャマあれ、うん、あの1着でもいいし2着でもいいし何着でもいいんだけど、うんうん、出してそれ出してあの動画のシーンで使ってた、うん、あのパジャマをあの、うん、そのオークションで出す前にあの映像を流してこれですって、うん、この動画のここで使ってたこれですみたいな1円スタート1円スタートはい1円スタートです安っあもしもしあごめんなさいタームレの方行ってましたあのレデさん、はい、すいません突然呼び出してはいなんかくれやっぱりそうだと思ってますなんかくれ酒相方さんの弟さんが、はいはい、作ったはいはいあはい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 あれもう一体欲しいなあれもう一個いるのもうワンセット欲しいなじゃあ相方さんって声出し NG だっけえ相方さん声出し NG 声出し NGあ、いいだ、いいって言ってますどうしよう、相方さんのキャラ作ってないからどうしよう、ちょっとじゃあ、あの、そうしよう、はい、はいこんばんはうわー、こんばんはちょっとライダーさん引っ込めるわあ、初めましてじゃないけど初めましてじゃないですよあの、オフ会の時に会ってるから、なんかはい、お久しぶりですあの、声出しいいんですか大丈夫はい、大丈夫です大丈夫だ、大丈夫なんですかはいあのもうライダーさんとこに何かくれっていう以前にもう私の中にもう決まったものがあったんですけど、はい、オフ会の時でもすごいあの評判良かったじゃないですかっていうあの そうこういう感じなんですよ、はいはい、だからあれくれ、うん、なんかくれっていうかあれくれ頑張ります弟がでですね考えた結果私からの、オークションはまず確定事項としていくのがこちらになっておりますはいで私からですねあの確定事項こちらですプレステ5ですねちょっとこれこの黒い部分で光で反射しちゃうからちょっと気をつけなきゃあかんのですけど一応ですねあのこれディスクドライブ版のやつですこれですねプレステ5、ディスクドライブ版のプレステ5を1円で当日会場で売ろうかなと思ってますで一応あのですねあの転売できないようにあのこのここにあのみんなのマジックでマッキーで落書きしてサインしてとかって言ってあの転売不可にして渡すつもりなんでその辺気をつけてくださいねだからもうあのうちの視聴者さんでありあのプレステ5欲しいなって思う方がいたら当日これあのオークション競りに来てください、まあ、ただあの私使ってますからね、まあ、使ってるって言ってもどうだ1回もうちょっと使ったかな多分合計で10時間も使ってないですねちゃんとねコントローラーもあの消毒して持ってきますからちゃんとあの除菌消毒で拭いてめちゃくちゃ拭きまくってきれいにしてあの一応当日会場に持っていこうかなとまあふさおの使い古しでございますがじゃあ10時間ほど使用したプレステ5も、出店しようかなと思ってますまして、こちら、これは三日月隊からとして出そうかなと思うんですけどこれもオークション出そうかなと思ってますいやただ、ごめんなさいねこれ今現物ちょっと今ないんですけどこれがステンレスバージョンで何をオークションに出すかって言ったらですねこれの、真鍮バージョンなんですよ見た目がなんかゴールドチックなやつがあってでその真鍮の、このキーホルダーあの当時ですねあの関係各社の方にですねあの何名かにあのプレゼントさせてもらったことがあるんですけどこれの真鍮バージョンあれかな、三日月隊 PC 買った方が真鍮バージョン手に入れてるかな
あれあれステンレスバージョンだけど、ちょっとどっちか曖昧なところあるんですけど、これの真鍮バージョンが、ありますんで1個ね、それをあのオークションに出させてもらおうかなと思います。でこのステンレス版の方のキーホルダー、当時あの買えなかったよとかっていう方ももちろんいらっしゃったので、あの参加者さん分だけ当日物販であの買えるようにはします、ステンレスバージョンね。でこういったあの復活アイテムも、ご用意させていただいております。あと参加者なんですけども、まあ三日月隊からは、ウーリンですね、来てもらう予定です。でプーさんがねワンチャン来れるかどうかっていうところ、うーんなんちょっと曖昧なんですけど、来なかったらごめんなさい。まあウーリンはステージありますんで、来ていただく予定なんですけども、まあこの2人は三日月、あと私とね、は行きますという状態でございます。であと女帝のメンバーからはですね、女帝のタワレのメンバーももちろん全員集合いたしますので、ライダーさんと、あと分隊長と、あとは、マジコママね、マジコママも来てもらいますんで、で女帝のメンバーはですね、今回あの女帝のタワムレ、まあ、スナックタワムレっていうあの生放送やってるんですけど、そのリアル版として物販コーナーでですね、皆様をお出迎えさせてもらえばなと思っております。まあもちろん衣装とかないですよ、もうあの彼女たち、彼らなんて言ったらいいんですかね、女帝のメンバーはあの参加者みたいなスタンスで来るんでどっちかって言ったらあの私服で普通に来るんで、まあよかったらね、あの一緒に握手してもらったりとかサインしてもらったりとか、あのお話してもらったりとか楽しんでもらえばなと思っております。なので今回のイベントはですね、もうやりたいこと盛りだくさんなんですよ。女帝のあのタワムレと三日月隊と、まあ、ふさお企画でみんなでコラボしてみたいな、視聴者さんと一緒に盛り上げていけばなという感じでございます。なので本当ね、11月入ってからもうずっとあの毎週のように、毎週っていうか週1以上ですね、あのスタッフの方々、ご協力いただくねスタッフ方々とあの打ち合わせを何回も何回もすり合わせして、まあ、会場のタイムテーブル決めたり、レイアウト配置だったりとか、あの何かあったらダメだよねとかって、まあ、あのイベント保険に入ろうかとか、あの緊急時の、あの警察だったり救急だったりとかっていう手配もね、いろいろ緊急連絡も作ったりとか、まあ、備品一覧がこうでとかあでとかっていろんなことをですね、やってきました。なので、いろんなことが詰まった、まあ、大渋滞の企画内容になっているので、動画の概要欄にですね、もちろんあのイベントのチケットの詳細内容が書いてあります。ぜひねご興味ある方、皆様ご参加いただけたいかなと思いまして、皆様のご購入お待ちしております。ぜひ買ってくださいということでですね、ちゃんと襟を正してってこういうことですよね。襟正して、でもね、まあ、いつも動画のご視聴ありがとうございます。改めてになってしまいますが、まだ今回のね東京で皆様にお会いできることを心よりお待ちしておりますし、私もすごい楽しみに、待っております。もうちょっとねライフでカジュアルなイベントはですね、まあそれも今後計画はしていこうかなと思います。まずね今回の東京に関しては、関東の戯れに関して、今回のねあのディナーショーに関してはですね、まあふさおのわがままということで、あのわがまま聞いていただければなと思いますので、ぜひよろしくお願いします。それでは当日お待ちしております。じゃあね。